プロデューサー時間あるかしら行ってみたいところがあるんだけどよかったら私たちに付き合ってくれないウフ <laughs> それはねウフ 信じてるわけじゃないわよ。ただ、沖縄で話題の占い師さんについてテレビでやってたから、話のネタになると思って。飲み会で盛り上がるのよね、スピリチュアルな話って。サソリ座の女は一途とか、こうすれば恋愛運上がるとか。占いってなんだか面白そうですね。私、今日はどんなことを占ってもらおうかな。 結婚運なんてどうかしら一緒に占ってもらいましょうよセリカちゃんはいそうしますうまくいくって言ってもらえるといいな <laughs> 占ってもらうの楽しみです <laughs> そうね じゃあ着いたわここが有名な占い師さんのお店よ早速入りましょうへえセリカちゃんには天使がついているからライブ成功間違いなしっか。 よかったわね、スイカちゃん。はい。<laughs> よかったー。天使さん、私には見えないけれど、いつもありがとうございます。次は私の番ね。私は、その、結婚運について教えてもらいたいんですけど。 プロデューサーくん私の人生はバラエティじゃないわよあーん、このみねえさーんはいはい、愚痴は後で聞いてあげるから。最後は私ね。占い師さん、お願いします ど、どういうことですか占い師さんいい意味ですごいのそれとも悪い意味で <noise> え霊って私についている霊って一体何なんですか まさかこのみさんにそんな例がついていたなんてええ、本当に驚きよまさかまさかこのみ姉さんにセクシーな女性の いる霊までセクシーだなんてなんてなんて罪な女なのパパこのみ自分で自分が怖くなってきたわでもどうしてそのセクシーな幽霊さんはこのみさんに取り付いてるんですか、うん、そうね気になるわなぜ私にセクシーな女性の霊が取り付いたのか お願いします教えてください なるほど、セクシーな女性の例にはそんな過去がなんだかすごいわねんどういうことですかその話詳しくお願いします 私の身長が小学生でストップしたのは。 だって、どうするこのみネさん。除霊してもらったら、今よりもっとセクシーになれるかもしれないけど。ぐ、ぐぬぬせ、セクシー。理想の、セクシー体験。ぐ、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  せっかくだけど、やめておくわ。私は、今の私が好きなもの。そうね。私も、そのままのこのみ姉さんが一番好きよ。私もです。このみさんはこのみさんのままがいいと思います。二人ともありがとう。私は、セクシーな女性の霊とともに生きるわ。 さあ今日はありがとうございましたさあ帰りましょうみんななんだか予想外な結果だったけど面白かったわね占いんそういえばプロデューサーを占ってもらうのを忘れてたわねもう一度あのお店に行ってみるそう ならいいけど。ところでさっきから、リオちゃんが落ち込みっぱなしなんだけど、どうしましょう。恋愛は絶望的、か。げ、元気出してください、リオさん。あ、アイスクリーム屋さんがありますよ。一緒に行きましょう、ね。<laughs> ありがとう、セリカちゃん。優しいのね。アイス、お姉さんがおごってあげる。<laughs> こうなったら焼け食いよ天使に励まされているわね、リオちゃん。私たちもアイスクリーム食べよっか、プロデューサー。その後、沖縄観光しましょう。